本当に何かでお忙しい中、ましてやコロナの感染が拡大する中、このように大勢の方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。今日は本当に私の大学時代の同級生、今や立憲民主党の国対委員長である安住淳第一氏、そして熊谷千葉市長はじめ大勢のご来賓の皆様にお越しいただきました。本当にありがとうございます。私はですね、本当に運よく去年の3月繰り上げ当選いたしました。それからですからもう1年半以上経ったわけでございますが、その間、合計本会議委員会14回の質問に立つことができました。ありがとうございます。常に念頭に置いていることは、やはり自分が選ばれた選挙区のことは、やはりそこが選ばれた国会議員がしっかり発言していかないと省庁は動いてくれないということなんですね。そのことを痛感した1年半でございました。今日は銚子の方もおいででございますけれども、例えば国土交通委員会で、銚子の利根川地崎、銚子地崎の利根川からね、堤防内ところから洪水が起こりましてね、すぐ国土交通委員会で質問したら、なんと公明党の中村大臣が約6億円の予算をすぐつけてくれたんでしょう。私も県会議員30歳の時からやってまして、もう政治生活27年になりますけども、質問してすぐ予算がついたと初めての経験です。ですからいかにね、地域の声を地域から選ばれて国会議員が代弁してタイミングよく言えば効果が現れたと実感いたしました。それでどういう国会審議なのかをね、やっぱお分かりいただくためにですね、5分ほどで私の国会質問の模様をねまとめましたので、まずそれをご覧いただきたいと思います。先ほど佐藤町長がおっしゃった、成田空港への横芝光からのアクセス道路の件もねそこに入ってますので、ぜひまずそれをご覧ください。それで成田空港の機能強化について質問させていただきます。3番目の滑走路を核とするですね、成田空港の機能強化案がですね、昨年3月成田空港周辺旧市町に受け入れられました。この案に最後まで難色を示していたのが横芝光町でした。滑走路の共用地でもなく騒音だけが町に押し付けられるとの、ね、反対の声が多くの住民から出されていました。そうした中、佐藤横芝光町長はですね、機能強化案を、ね、受け入れる決断をしたんです。この決断は大いに評価されると思いますが、大臣の見解を伺います。赤羽大臣。平成30年3月13日に、横芝光町を含めた周辺旧市町、千葉県成田空港会社国で構成される4社協議において、成田空港のさらなる機能強化に関するご了解をいただいたのはご指摘の通りでございます。これは関係者の皆様の機能強化に対するご理解、ご協力あってのことであり、大変ありがたいと感謝しております。矢田川君。この機能強化がですね、順調に進みますと年間発着回数が50万回になります。そうなると空港内の従業員はですね、今現在だって4万人と言われてるんですが、それが7万になると言われてるんですね。でそこでですね、横芝光町としては、その町中心部からね、空港までのアクセス道路の建設を熱望してるんです。そこで国としてもやっぱり横芝光町のこの構想の実現に向けね、積極的に協力すべきと思いますが、いかがでしょうか。赤羽大臣。地元からのご要望がに対しては、ちゃんと検討したいと思いますが、この先の4社協議会で成田空港周辺の地域づくりに関する基本プランが策定されて、これから個別事業の実施プランというものが作られると思いますが、そこにですね、ぜひ今のご要望を書かれ、道路整備についてですね、書いていただくということが大事なんじゃないかと。やっぱりそれはあってこその地元からの要望だというふうなことになると思いますので、それはぜひお願いしたいと思います。矢田川君。非常に真摯に答えていただきましてありがとうございます。
今毎晩毎朝コロナウイルスの第3波が来たんじゃないかというね報道が連日なされておりますけれども、私はやっぱり文科省としてですね、このコロナウイルス対策という学校現場地方教育委員会に対してね、もう最近の流行りの言葉で言えばプッシュ型支援、もうとにかく文科省が応援するなら頑張れと、まあ、そういうね強い意思表示が必要だと思うんですよ。で昨日私ね文科省の職員に、じゃあ今現在全国でどれだけの学校が感染に伴って休校してますか、すぐ分かりますかって言ったらすぐ答えられないんですよね。やはりね、今度まあギガスクール構想があるんでね、例えば小中学校を管轄する市町村教育委員会がこの学校でね休校しましたというのをちょっとインプットすれば、すぐそれが都道府県教育委員会に行って、そして文科省に来ると、そうするとその文科省の司令塔にはね、もう全国地図があって、あ、ちょっと押せば、あ、ここに感染があって休校したとかね、そういうふうにパッとね、分かりやすく、やっぱりこういうプッシュ型支援をするには、まず情報が一躍することが必要だと思うんですよ。ぜひそういうシステムの、ね、構築をね、大臣、考えていきたいと思うんですが、いかがでしょうか。萩生田大臣。文部科学省では全国の児童生徒及び教職員等に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合に臨時休業の実施の有無や期間なども含め学校接種者等から報告を受けております。その際特に臨時休業期間が長期にわたる場合については状況を確認させていただいて必要に応じて助言をさせていただいております。まさしく来年4月以降これは教職員の労務管理システムなどを含めてですね、まあ、オンライン化が日本中がつながることになりますので、今でもご指摘の調査がですね、学校の負担なくリアルタイムでどこかで確認ができるようなことっていうのは今後しっかり作り上げていきたいなと思っています。ご覧いただきましたように、私は常に、地元に密着してできるだけ質問しようということを心得ております。それでまず先ほどの、横芝光の中心部から成田空港へのアクセス道路の件なんですけどね、まあ、質問の中でもしましたけども、昨日教官最大の柱は3本目の滑走路なんです。で3本目の滑走路 その敷地にまたがるところは今日おいでの多古町の方あるいは芝山が入るんです。そうすると敷地が空港になればですね固定資産税の収入があるんですね。だけど横芝光町は一切空港の施設がないんでしょう今の計画では。となるとどういうことが起こるかというと3本目の滑走路の離発着が行われると騒音だけが横芝光町が負担すると。だから住民の皆さんから反対の意見が町当局に寄せられたんですね。ですからこれ空港機能強化を横芝光町として受けていいかどうかもう相当おやみになられたと思います。だけどやはり空港と共生しなくちゃいけないんだとそういうわけで決断されたわけですよね。ですからその決断に対してね国なり県が横芝光町ありがとうとそういうね一生事をする必要があると私は思いましてね、ああいう質問をしました。で質問をしたのが去年の10月 で残念ながら今年の3月のその実施プラン、私は当然ね赤羽大臣がそこまで言ってくれたんだから千葉県当局のリーダーシップのもとアクセス道路をしっかり整備を検討しますぐらい勝ったなと思ったんですよ。そうしたら何の表現もないもう曖昧極めて横芝光町失礼じゃないかと私はそう思ってます。ですから来年3月の知事選挙はねおそらく熊谷市長さっき実は別のところでね熊谷市長挨拶してくれたんだけども成田空港の発展についてはと特に空港の東側ここに雇用の場を作るそれが大切だと言っていただいたんでその考えに立てば横芝光町の中心部から成田空港のアクセス道路
決して政策に矛盾は生じないと思いますので、ぜひ熊谷、私はもう熊谷知事を誕生させて何度実現させてと、そう思ってますので、ぜひ皆さんもお力でお願いしたいと思います。で、今日はですね、お手元の袋の中にですね、私のリーフレットと、そして熊谷、知事選を目指す熊谷市長の、チラシが、ね、入ってますので、あとゆっくりご覧いただこうと思うんですが、まあ、だから私 のこのチラシというかリーフレットを見てですね、ああまた八高橋も同じこと言ってるなと思ってる方もいるかもしれないけど、ところがですね、東日本大震災今から9年前なんですけど、私結構ね一生懸命仕事やったんですよ。だけど一般の有権者、え、八高橋さんがやったのって思ってない人たくさんいるんですよ。未だに言われるんですよ、え、それ八高橋さんやったのと。だから改めて今日おいで皆さんね、ぜひ私のこのリーフレット見ていただいて、9年前の東日本大震災、八高はじめがいたからこそ闘争地域の復旧復興はうまくできたんだと、そう確信していただきたいんです。そのためにあえて、何回も何回も書いている内容をですね書かせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。先ほど安住さんからいろいろお話ございましたけども、最近つくづく思っていることはですね、やっぱり民主主義の世の中、これはやっぱり維持しなきゃいけない、やっぱり社会の分断を起こしちゃいけない、それはつくづく思ってるんです。やっぱりアメリカの大統領選挙、私は本当にアメリカ国民の良識が示された選挙だと思ってます。私もバイデンさんが勝ってよかったなと思っております。日本においてもやはり民主主義というものを、ね、しっかり理解した国民が増えて、民主主義の原理に基づいて正当な政治がしっかり行われていく、そのことを切に願うとともに、自分自身もその先頭に立って頑張りたいという思いを新たにしております。もう今から30年以上になるんですが、実は私松下政経塾の研修の一環で1年半アメリカのワシントン DC に滞在いたしました。最初の半年間は松下電気産業のワシントン事務所でロビー活動のお手伝いをし、そして最後の1年間は向こうの会員議員の政策スタッフをやったんです。このことを初めて知った方、手を挙げてくれますか。ああ結構いらっしゃいますね。実はこう見えてもアメリカで1年半いたんですよ。その時思ったことなんですけどね、まあ、日本の国会議員も私もう何だかんと言って、5年以上やってますので通算すればね、まず私の事務所に手紙が来るってことは月に10通もないですね、10通もない。ところがアメリカの議員のところにはね、毎日ですよ、毎日200通から300通の手紙が来るんですよ。200通から300通、その手紙に対して全て返事を書く、これがアメリカ議員の仕事になってるんですね。いや、びっくりしました。で、私のその1年間の政策スタッフの仕事というのは、大体8割方がその手紙に返事書きなんですよ。まあ、アメリカというには日本と違ってですね、全て議員立法ですから、議員から提案した法律案しか審議しませんのでね、ですからそれぞれの選挙区の有権者からこの法案賛成しろ反対しろ、あるいはこういう法律を作ってとかね、そういう手紙が来るわけですよ。で、自分の考えと同じのね人の手紙だったら非常に書きやすいですよね、はい、あ、お手紙ありがとうございます、あなたと同じ考えです、ですからぜひこれからも応援してくださいと、まあ、そういう手紙はね、もう返事しやすいと思いますけど、例えば
アメリカではよくですね、人工妊娠中絶というのが選挙の最大のテーマであるでしょう。女性の産む自由を標榜する人、いや女性に産まないのに選択権はない、生命尊重派だと私は、まあ、生命尊重派と、まあ、女性の選択派、まあ、2つに分かれるんですけどね、まあ、私が仕えたノーマン・シャムウェイというカリフォルニア州の下院議員は、これはもうモルモン教徒だったんで、もう生命尊重派の急先鋒だったんですよ。だから産む産まないは女性の権利なんで、ぜひシャムウェイ議員、あなたは女性の権利をぜひ認める法案に署名してもらいたいとかね、そういう提案が来るんですけど、でもノーマン議員は全く違う考えなんですよ。だけどそういう反対の議員もですね、必ず返事を書くんですよ。でどういう返事書くかね、これポイントあるんですけど、例えばその法案ね、シャムウェイ議員が反対する法案が、あのぜひ賛成してくれという提言した場合ね、こういう手紙なんですね。返事はね、お便りありがとうございます、あなたのお考えよく分かりました、その法案は今委員会を通過して間もなく本会にかかるかと思います。一つだけお約束します、その法案が上呈されて採決の際にはあなたの意見を心に留めておくことをお約束します、そういう手紙があったんですね。ですからいかにね、アメリカという国は一人一人の有権者の声を大事にするかと、それがまさに民主主義の大原則なんだってことを私実感したんですよ。ですからもちろんね、大勢の方がいらっしゃる、同じ価値観でまとまることはまずないんですけど、いろんな考え方がある、だけど少なくともね、あなたの考え方はそうなんだなってことを心に留めておくことを約束しますと、やっぱりこういう気持ちね、こういう気持ちを持った政治家じゃないと私は民主主義とは維持できない、そう思ってるんです。まあ、最近あの学術会議の問題がいろいろと言われてますけども、菅さんがなぜ6名の方を、ね、任命しなかったんですかと聞かれた時に、もう言い具合な答弁ばっかりしてますね。もう国民皆さんは多分政府の考え方と違うようなことをね、懸念するような学者は学術会の人間になれないんだと、しちゃいけないんだと、そういう政府の考えだとみんな分かってる。多くの国民がそう想像してもかかわらず、やれ俯瞰的そう思ってきたとかね、出身大学に偏りがあるとか、国民が納得できないような説明しかできないんであれば、最初はそういうことしない方がいいんですよ。ですから私は今日本においてもある意味で民主主義の危機が訪れてるんじゃないか、そんな気がしてならないんです。まあ、先ほど安住国対委員長もおっしゃったけど、やはり今の政府がダメなら野党頑張ると、野党一回やってみろと、まあ、そういうね声になるよう、我々野党の議員もですね一生懸命頑張ってまいりたいと思っております。さてもう残りあと 2,3 分で締めます。今日は熊谷千葉市長、もう知事選を目指されてますので、ぜひ熊谷知事を誕生させたいという思いで今日は熊谷さんを呼んだんですが、2009年の8月30日に私初当選いたしました。その前の日の8月29日のことを覚えている方いらっしゃいませんか。朝日の、あ、覚えてますね、ありがとうございます。実はすぐ近くのあの高架ってところね、あそこの駐車場で最後の逃走地区における街頭演説やったんですね。で、2ヶ月ほど前に千葉市長に31歳の全国最年少の政令指定都市の市長に当選したばかりのね、熊谷さんが来てくれましてね、いやーすごい人が集まりましたよ。いやーあれ見てね、あーこれでなんとか当選できるんじゃないかなとそう私も確信しました。その熊谷さんの応援ももらってね、本当に運良くて言いますか、あの時は挑戦って当選できたんですよね。本当に皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。あれから当選したと思ったらまた2回、あ、3回続いて落選ですね。すみません、ね。まあ、運よく、去年ね、国が当選しましたけど、まあ、まさにあの先ほど安住さんが言ったようにね、私の次の選挙がまさに自分の政治活動が
これから加速するのか、あるいはこれで終わってしまうのか、まさに瀬戸際の戦いじゃないかなと思っています。全力で頑張るそうでございます。まあ衆議院選挙が先か知事選が先かわからないけども、東日本大震災、それから去年の台風水害被害、非常に残念なのはね、やっぱり県の動きが鈍いんですよ。本来ならば被災者である市や町の方々、あるいは被災者の当事者に寄り添って一緒になって、県が一緒になって、その人たちと国に対して要望する、それが本来あるべき姿なんでしょう。ところが国によく確認もしないでできませんってやっちゃうケースがあるんですよ。これが非常に残念。まあ、先ほど安住さんもおっしゃったけど、やはりですね、知事がやっぱり行政の実務もある程度分かっていて、お前そこちゃんとやってるかと、そういうねことを上から言えば下の人間は緊張するんです。緊張感を持って仕事するんですよ。それがなさすぎると私は感じたんです。一つだけ例を挙げさせてください。これはもうカトリーのみならず朝日でも感じることだったんだけど、今から、もう10年ぐらい前になりますね、9年前か、2009年東日本大震災の時、あれは3月の11日が被災した日でした。で、朝日のみならず香取だとか匝瑳でもそうなんだけども、大地震で田んぼの要配するのが寸断されましたね。で、このままじゃ田植えできないと、もう大変な騒ぎだったんです。で、私1週間後にですね、地元の各土地改良区の関係者に呼び出されて現場行ったんです。そしたら、まあ、激甚災害に指定されたんで、なんとかね、国が費用を面倒見てくると。しかし県の職員がこれは査定をしてからじゃないと工事に振りかかませんって言うんですって。じゃあ査定がいつ来るって言ったら、全国あちこち被害が大きいから3ヶ月先だって言うんですよ。そうすると6月ですよ、田植えに間に合いません。なんとか何年のかって私言った。そうしたら県の職員何て言ったかって言うと、いやこれはもう国の制度で何とかなりませんと、できないと一点張りになるんですよ。だから私はね、すぐそのあれは確か金曜日だったから、土日月と3連休だったから、新聞の日があってね、その次の日の火曜日、農水省の担当者に何とかなんないかって言ったんですよ。そうしたら農水省の矢田川大臣、査定前着工という制度がありますから、証拠写真と簡単な書類を提出するだけで大丈夫ですって言うんですよ。いや、唖然としました。もう当時の部長さんにも農林部長にもね、こんなことじゃダメだと、あなたらどっち向いて仕事してんだということも言いましたよ。だって被災者に寄り添うんであれば一言国に確認すれば分かることじゃないですか。その際は怠ってできませんの一点張り、こんな権利を許しちゃいけませんよ皆さん。それを正すことができるのは私熊井さんと思うんですよ。皆さんそう思いませんか。先ほど千葉市政においては対応重視すると、とにかく現場の声を大切にするんだということをおっしゃった。ぜひね、それを知事になっても実践して、まさに市町村と一体になって、地域の住民と一体になって、国の厚い壁、悪い制度を変えていく、その先頭に熊井さんに立っていただきたいです。皆さんぜひご賛同お願いします。改めて1年内に行われるだろう私の就任選挙に向けての皆さんの温かいご支援と、そして熊谷知事誕生に向けての皆さんのご協力を心からお願い申し上げまして、私の国政報告とさせていただきます。どうも今日はありがとうございました。よろしくお願いします。